こんにちは、みぽでーす。はい、今日は、ハッピーバレンタインって高い声出れへんかったわ。ハッピーバレンタインということで、今日は2月14日のバレンタインなので、ドキドキ、好きな人にバレンタインチョコを作りたいと思いまーす。クリスマスもハロウィンもお菓子作りとかしてて、結構お菓子作り好きやねんけど、チョコが世界で一番苦手な食べ物やねんけど、だからちょっと美味しいかわからんのが一番怖いんですけど、なんとかレシピ見て頑張りたいなって思います。ということで早速作っていきます。今日はガトーショコラを作っていきたいと思います。牛乳パックで作ったハート型の型、洗剤で作ってから洗ったので、チョコレート3枚、卵2つ、グラニュー糖、バター、薄力粉です。はい、チョコ砕いていくよ。お菓子作り、クリスマスぶり。クリスマスはチーズケーキを作ったよ。でもね、毎年ね、チョコレートは作ってるんですよね。去年は高校でパーティーした。でも毎年、バレンタインには好きな人がいるのね。だから、絶対その人にあげてた。だから毎年参加している行事なんですけど、でもなんかやっぱ高校卒業したら周りでバレンタインっていう文化がなくなってきてる。バレンタインってとかホワイトデーって多分どうでもよくなってくるんかなって思ってきた。でもちょっとミポはそういう記念日とか大好きやから、記念日っていうかバレンタインデーとかクリスマスとかイベントが好きやから、インドアのくせに、だから毎年こうやって作る。多分来年も作ると思う。基本年上としか付き合ったことないし、好きな人も年下好きになったことないねんけど、みんなに最近年下おすすめされる。多分みぽの性格上年下は多分ね、この面倒を見てくれる年下じゃないとすっごいバカだから。恋愛って難しくない？悟り世代やから。最近 LINE とかさ、ピンとかさ、すごい大事にする傾向あるやん、女の子って。それもなくなった、マジで。LINE はするけど、結構 LINE が生活の重心ではないなって思った。なんか事務所の人が言ってたよ、 LINE は全てじゃないよって言って、あ、やっぱそうなんですねって言って、ほんと LINE 毎日しろって言われたらほんときついわって言ってたから、ほんまにそうだし、 LINE し合うのが嫌いとかじゃなく、あの普通に LINE めんどくさいみたいよ。そこ理解したら楽じゃない？じゃあいや、はい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 、もしもぜみたいな。この前ギリシャムの動画撮るときに集めた質問ですっごい多くて、 LINE が返ってこない、 LINE 返ってこなくてみたいな。授業の時に返してくれへんかったりしたら、もうそりゃえってなるけど、全然不安になる必要ないなって。でもキンキンしたいな、早く。キュンキュンって美容効果あると思うね。もう女の子がキュンってする仕草って何なんやろ、ナロ抱きみたいなあったやん。私はポンポンってしてくれたら、好き、好きってなるっていうね。どうでもいい話よ。終わった、いただきました。はい、ということでチョコ砕いたから、これを湯煎します、溶かします。はい、こんな感じでトロトロにしました。トロトロです。はい、オッケー。卵の黄身と白身を分けます。いけるかな。あ、いけた。違うボウルに黄身を入れます。黄身を入れるよ。はい、黄身を2つ入れました。黄身を2つ入れました。グラニュー糖 35g この中に入れて混ぜます。卵黄とグラニュー糖、はい。でこれを湯煎しながら泡立てるらしいです。これが白くなるまで混ぜるらしい。なのかな、まだ全然黄色いけど、生地っぽくなったんでもいいかなってことで。チョコレート加えます。え、これ失敗したらどうしよう、マジで嫌や。でバターが 80g いいのに 40g しかなくて、どうしよう、いけるかなこれで。まあちょっと作ってみます一旦。
一体頑張る。で、あと溶かしたバターを入れます。で、よく混ぜるって。すごいじゃん、なんか。あ、でもポイは生地っぽい。合ってんのかな。混ぜたらこんな感じになった。いいやん、めっちゃいいやん。こんな感じ、結構生地っぽい。もうガトーショコラって感じ。次いきます。卵白を入れたボウルを用意しました。ということで、メレンゲを作ります。ハンドミキサーで。メレンゲできた。初めてできたメレンゲ、楽しい。こんな感じでメレンゲでした。あ、後ろ汚い。はい、このメレンゲの3分の1をこのチョコレートの方に入れていきたいと思います。どれぐらいだ、3分の1って。これぐらいかな。混ぜる。泡を消さないようにさっくり混ぜるらしい。むず。ここに薄力粉を入れます。 35g で、引き続きちょっとさっくり混ぜていく。こんな感じに、いい感じに混ぜれたら、残りのメレンゲを全部入れます。で、さっくり混ぜていきます。生地できました。イエイ。ちょっと真剣に入れていきます。大丈夫かな、これ。ちょっとこれでちょっとオーブンに入れたいと思います。怖っ。え、これ絶対無理やん。ちょっと他のやつはね、ちょっとあまりあれもったいないから、ちょっとカップケーキみたいなやつ入れます。ギギギギ。うんうん、寝てた。待って、ほんまに寝てた。え、ほんま最悪。え、ほんま最悪。ほんま最悪。寝てる間にこんなんなってた。最悪。朝やし、なんか。え、朝てか昼やし、もうなんか。え、こんなことある？はい、ということで、ちょっと失敗でした。はい、なんかめっちゃ失敗したし、めっちゃ寝てたわ、焼いてる間に。別にまた作りたいと思います。最悪。なんでこういう感じ。じゃあ、見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、SNS の方お願いします。ちょっとちゃんとしたやつできたらインスタに載せるか。バイバイ。悲しい。慰めて。バイバイ。